もの。集裁を参照。上記をモデルとした古代日本の律令制度における、官人登用試験紙の一つ。後に対策とも呼ばれた。集裁、対策を参照。上記の試験に由来し、通常の人よりも才能が秀でている人本校にて、解説集裁は、通常の人間より秀でた才能を持っている人物や、他人よりも才能が秀でている人物の故障である。 それは、特に訓練によるものや、周囲からの良い影響によるもの、当人の持っている素質などにより、優れているものとされる。反義語で、通常の人間より才能が劣っている人物は、列才や、鈍才と呼ばれる。過去の全段階で旧大したものが、秀才と呼ばれたことから、秀才は、学習に励んで学識を積み、その広い知識で問題を解決できる能力を持つ、 人物を指して使用されることが一般的である。このため、社会的地位は相応に高いところが与えられ、一種の損傷として、秀才と呼ばれる。しかし、今日では、学級精神に基づくものであっても、受験を経た学生時代に優秀な成績評価を収めた総熟型人物に対して使われ、それ以降は万熟型で、学問的検査も積んだ人に対してはあまり、 使われない傾向にあり、秀才と呼ばれるタイプは、過干渉で育ったものが多い。天才は、周囲の人間や、時には本人にさえ、説明のつかない経緯で問題を解決したり、先天的に優れた才能の持ち主という、一種の異能者への威負を伴って用いられる。一方、秀才と呼ばれる場合は、理知的に裏打ちされた高い能力の持ち主を指す。このため、 知的障害を持つが高い芸術性を示す人物を天才と呼ぶことはあっても秀才と呼ぶことはない。秀と A は同じく、秀出る、優れるという意味を持つ字である。しかし、秀才は学識が広くて優れている人物に対して使用される例が目立つのに対して A 才は学識以外の才能も優れている人物や少年時代から優れた才能を発揮している人物に 対して使用される例が目立つ。衆と意はいずれも、引い出る、優れるという意味を持つ字であるが、引い出る、優れるの基準が全く異なっている。衆は、上に来るという意味で、列の反義語であるが、意は、並外れる、特殊という意味で、用の反義語である。衆才は、学識が広くて優れているが、通俗性を持っているというイメージを伴う。一方、異才は、 通常の人物には追い越せない、並外れた才能の持ち主や、並外れていて通俗性を持っていないというイメージを伴っており、反疑語は要塞である。ありがとうございます。